都内で煙を充満させ、火災時の煙により視界がどうなるのか、これよりも重いドローンだったらお許可が必要です。このぐらい軽いドローンだったら大丈夫です。これ75g、まあ、大体やっぱり電源は何だ、今日もバッテリーで電池使えるといいです。まだ2枚の2枚で あくまでこれは練習用。全然重さが違う。現時点では許可申請出せば、その許可証が発行されて、カメラを手続きになって、パイロットに僕らが発行するので、その行動を取って、